サッカー日本代表は12日、キリンチャレンジカップ2023でトルコ代表と対戦する。両国の対戦は2002年の日韓ワールドカップ決勝トーナメント1回戦で戦って以来、21年ぶりの試合となる。その一戦を前に、トルコメディア、ハーバータークが日本代表について分析した。画像、トルコ代表戦の予想フォーメーションはこちら2002年の日韓ワールドカップでは、 日本代表がグループリーグでベルギー代表と2対2で引き分け、ロシア代表とチュニジア代表を下して首位で決勝トーナメント進出を果たした。対するトルコ代表はブラジル代表やコスタリカ代表と同組になりながらも、2位で次のステージに進んでいる。そして、決勝トーナメント1回戦では海戸田原のゴールによって、トルコ代表が1対0で日本代表を下した。その後、 準々決勝では延長戦の末にセネガル代表を破って準決勝へ進んだが、ブラジル代表に敗れたことで3位決定戦へ。韓国代表に勝利し、トルコ代表が3位の成績を収めている。同メディアはタイトルに、トルコのサッカー代表チームが21年ぶりに日本と対戦。とつけ、トルコと日本は過去に2度対戦している。 1997年6月15日に行われた試合では日本が1対0で勝利したが、日韓共催の2002年ワールドカップのベスト16では、トルコ代表が相手の自国ファンの前で日本をどけた。トルコ代表はベルギーで21年ぶり3度目の日本戦に臨む、と報じている。